大刀をここで抜刀します。この時平の構えからですね、一文字の構えにと変化して、相手の攻撃を待ちます。一文字の構えからですね、次にはですね、発想の構えから足切りに、します。その時必要の構えにと変化すると、必要の構えからですね、次に切り込んでくる剣をですね、十文字の構えに変化していくと。構えは生きていなくてはいけないんですね。生かされていなくてはいけません。そこでですね、十文字の構えから今度は払い切りいきます。このようにしてですね、平の構えに入ります。これが春夏秋冬の自然の構えを表しているわけであります。